どうもピオキングです。今日はこのコースやってきます。あーラージマッシュルームスインポータント、デカキノコは大切ですかということですね。まあ今回のトロールコースはデカキノコが主流となったトロールコースなんじゃないでしょうか。でこの制作者ひし形さん、このひし形さん最近僕のお気に入りの制作者なんですよ。というのもこのひし形さんめちゃめちゃ投稿頻度が早いんですよ。いやトロールコースなのに毎回よくそんなネタが思い浮かぶよなって思わない？だからマジで天才だと思いますよ、このひし形さん。このひし形さんたちのおかげで僕はネタをつきずにやっていきます。ありがとうひし形さん。いや寂しいもんですね、一人実況だったら誰も突っ込んでくれる人がいない。ひし形さんっておかしいだろって、語尾を上げるのはおかしいだろって。誰も突っ込んでくれる人がいないんで僕が一人で突っ込んでいいすか？それじゃあやっていきます。クリア率は 0.15%。 0.05% だよ。何勝手に難しくしてんだよ。そんな難しいトロール講師じゃねえだろ。いやすいませんね、勝手に難しくしちゃって。まあ 0.15% でも簡単にクリアできちゃうっていうのがこのチャンネルなんですけどね。じゃあ右もコインなんかな。まあ上のハテナブロックは特に何もなかった。じゃあこのキノコを取っていくしかないよな。やっぱりこのデカキノコが重要になってくるコースなんでねえの。さあここのブロックを壊しの上に、開幕ピースイッチャー。そういや最近図書館で編集してたんだけど、図書館でさめちゃめちゃ静かじゃん。でめちゃめちゃ静かなのに僕の耳だけマジでうるさいの。さらによ、開幕ハンダーとかテロップ打ってるからマジで恥ずかしいんだよね。後ろ誰もいないみたいな。誰かいてくれよ。僕ね自分の動画であんまり笑わんないけど、その図書館との差がマジですごくてさ、イヤホンつけるとめちゃめちゃ騒がしい、でもイヤホン外すと超静かみたいな、その差が激しすぎて , 笑いをこらえきれなくてさ、図書館で変な目でこれ左戻れるじゃねえの。これは絶対やられない永久土管期間なんじゃねえの。さあどうしようかってな。ここから作戦会議だ。やられないために僕はどうすればいいと思う。こっからダッシュジャンプで上に戻れねえから土管から出た瞬間じゃあ無理に決まってんだろ。何何永久土管期間って。意味わかんねえ単語を使うんじゃねえよ。痛い。なるほど、ここはチビにならなくちゃいけないのか。さあチビになって進みますよと。で僕はこの先見えてしまったんですよね。ドクロリフトの下に足場があるっていうことかな。ざまーねーのは俺でした。すぐ左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 、足草女。そういや最近さテンション100倍にしてって言われたんだよね。もうそのテンション上げる系よくないか。じゃあテンション100倍にして BGM を口ずさんだ時どうなるかやっていきたいと思います。ビンビンだビンビンだビンビンビンだビンビン、これは左だビンビン、こっちで合ってるんじゃないかビンビン。さあこっからやービンビン。よし、なかなかいいペースで進んでないんじゃないの。なかなかいいペースで進んでないんじゃないのってなんだ。じゃあここはパーブロックを叩き、ここから右押し分。さあここから右にジャンプしていけないわよ。いや待て待て、テンション100倍はどうした。この靴を取ればいいのか、テンション100倍ダッシュジャンプでいこうか。スーパーミラクルローリングサンダージャンプ、やっほー、あやっほー、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 おやっほー、こっからかやっほー、キャッホー、クヤッホー、キャッホー、クヤッホー。開始早々これはやべえって、絶対初見の方どうかしてるって思われてるって。いや違うんだって、初見さんの方コメントしてくるみんなのせいなんだから、だからみんなが悪いんだから、邪魔すぎなんだよ。というかさっき中間ポイントやっぱりあったな。ここで待っておけばキノコが出てくる、そしてその記録を取っていけば簡単に中間ポイントが取れるんだ。ヤッホーしゃ、いや中間早かったな。ここは何をすればいい、ジャンプなんてしないよ。そんな罠に引っかかると思ってるか、つまらに引っかかったけど大丈夫。もうそんなところでモタモタするから、モタモタするから、モタモタするから。そういや最近こんなコメントもらったんだけど、作業用 BGM として聞いてるから編集なし、まあいわゆる効果音とかテロップだね、そんなのなしで動画投稿お願いしますみたいだ。みんなどっち派かなと思って、結構さ編集を入れない人の方が好きっていう人多いよね。どんどん上いけねえよ、浮き目だ。まあ僕の動画って他のマリオメーカー配信者たちよりも編集が結構凝ってる方だと思うんですよ。でも純粋にゲーム画面を楽しみたい人たちにとっちゃそういうのって邪魔になるんだろうなみたいな。まあ編集しなかったらマジで楽なんだけどな。というかこれバネに乗って上押しっぱでいいのかい。絶対あのバック上に押し上がってくる予感しかしねえな。いいさ、引っかかっているよ、バネ当たってすぐ上に行く。まさかの土管がある場
叩きゃ。うわこれ死に耐久じゃん。めちゃめちゃきつそうな死に耐久だけど、あの魚ちゃんちゃんと当たってくれる。チビリ鳴らして、チビリチビリ。なるほど、ちょっと右に行ってあの坂に当たったら簡単だったのか。きついよ、嫌だよ、こうじゃねえんだ。いやちょっと待って、これさちょっと本気出していい。いや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 、一回がめちゃめちゃきちい。まあ、ここは短いから簡単にいけそうと思ったけど、ここも結構連打しなくちゃいけないのか。で、次はこんなのおかしいんだよ、制作者どうかしてんじゃねえのか頭。こんなんいけるわけないですよね。ちょっとこれさ、上に行くまでカットしていいかな。マジで上のレール乗るの難しいって。これさ乗って連打、いやこっからスタートしようか。ここで持ち方変えての連打してみるわ。いけ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 、よっほほほほほ、はぁー、こんな顔入れてか。いやめちゃめちゃひどくないかこの死に耐久。制作者これクリアしたんか。なあひし形、戻ってきたさ、絶対次は入ってやる。はい、やったやった、死に耐久ベンチを食べるな。もう入りたくないよ、ツタに捕まらないでいいかな。ツタに捕まったらまた土管に入れられそうなんで、ここは普通にジャンプしてみるよ。ですよね、ちょっとだけ捕まろうか。いい加減にして、ドロール配信をやってる中であの死に耐久クリアできるのは僕だけだとそう思いたいで。さあここで捕まりの右に行く、右に行く。でこのボムを爆発させれば問題ないんで、上から何か振ってくれかもしれない。さっさ行こうか。でキノコを取りの、ピンポンって言われたけど大丈夫。あ大丈夫だね。ここどうしよっか、下から叩く以外ないもんね。そしたらバブルが出てくるから左に逃げれば問題ないんだ。そうだな。弱いな、バナが。よし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 、なんだお前、下にバネが出てきたじゃん。それの意味なんだろうな。左ダッシュしたらいけないと思うんだよね。だからここで待っておく、ここでジャンプ、よしよしよし。でボム兵が出てくるんだろ。またお前か。この場所で待っておかなくちゃいけないのか。そしてボム兵爆発してもらっての土管に入る。素直に入らせてくれる。大丈夫、いいしめしと空気読めてんじゃねえか。一緒やじゃん。ならあのドッスンをかわすためには左のツタの方に捕まらなくちゃいけない。こういう風にな。よしよしよし、いや本当に面白いねこのコース。そしてまたドッスンがいますけど、面白そうな動きをしてくる予感しかしねえな。オンオフをして絶対こっちかなって。だから下瞬間すぐ左、これでいいんだろ。絶対左来るって思うよなこのドッスン。なら何もしない。この魚が通り過ぎた後来るとかそんなはないよな。大丈夫だね。でこのキノコを取りの上に行く。でチビになりの右のつららを壊していけっちゅうことか。またまた面白い予感しかしないよ。僕はこのリュートに乗って何もしない。いやいいんじゃない、ほらほらほら、いや待て待て、あの砲台なんかドカンとかあるかもしんねえな。うわどうしよう、もういや一旦上行こうか。そしてこのブロックを壊しの、土管に入る前にハテナブロックをたらけ。これは何、あボム兵、なんかくれんのかな。うん、特に何もない。あオンオフが変わったみたいだね。もしかしたら今のオンオフ変える必要があるみたいだ。やっぱりね、めちゃめちゃ順調なんじゃない。時間ポイントゲット。今日はなかなか調子いいよ。何やったら、そういうさ、キュウリを襲ってくるとかやめようぜ。ドグロレート、お前は棺桶に入るって言ったら、このハテナは何だ。僕が棺桶に入るわっていう感じですかね。でもここで爆弾でブロックを壊して右にダッシュすれば抜けれるんでね。ほらな、だから何なんだ。まあでも今の試合は無駄じゃなかったと思いますよ。左にバブルが出てきた、そのバブルに当たらないようにこのブロックを壊していく。さらには右のブロックを壊してあのドアに入ればいいと思うところ、上なんかペラペラしてんな。あそこクパクラがいるんじゃない、助けてあげようか。
絶対しなくてもいいことだってまた言われちゃうんで、そんなしなくていいから早く進めてさ。まあでもさ、あの中何が入ってるか気になるじゃん。ていうかこれ一マス足んないんじゃね。だからここでこういうより浮いて頼む、猫あるくん、よしよしよし。でクッパくん、お前いいのか。なんだよあいつ、先客がいいのか。僕というものがありながら他のやつ乗せんなって。このコースはそんなに長くなさそうだよね。多分ここが終わればもうゴールがあるっていう感じなんじゃない。うわ上絶対ジャンプしたらジュージュ振ってくるって。大丈夫か、隠しブロック、あ全部隠しブロックがあるパターンか。なんだ石内が振ってくると思いきや、このオンオフをしたら僕の人生オンオフなんつって。あれ開いた。なんだ何もないのか。これ右と左どっちだろうな。完全に2分の1、右が正解だ。どんだけ。そういやさっきさ、僕の動画を作業用 BGM にしてるから編集しないで動画を投稿してくださいっていうコメントがあったって言ったじゃん。なぜかそのコメントに一番いいねがついてたね。え、みんなやっぱ編集しない方が好きなんかな。え、これどうやっていけんの。あ、わかった、走ってしゃがみジャンプだ。あまあ、あんたが情けねえ声が出ちまったじゃないか。まあまあそこは可愛いからよしとして、右に行って左に逃げる。あのリフト落ちないやつだ。そうだろ、ほらだ。でこっから右にダーガー。ここに来て隠しブロックか。チョコさんの真似をしやがって。もうそんな罠引っかかるなんて思うなよ。で隠しブロックどこまであるんだ。右はある、真ん中もある、左は、左はないのか。じゃあこの上は、いやないで。で右のリフト落ちるやつかな。待て待て、上にフラワーがあるよ。あのフラワー落ちてくると僕は見たの。助けなさい。ゴールはどこだ。このドアに入ればゴールだっていうことは分かってんだ。さすがだ、を見せて、お願い、やめてよ。このピースイッチの音が鳴りやんで扉に入る。だってそんだけのことさ、これで下に行けるんだろうな。よしよし、ゴールはどこだ。まあゴースト、ただね、私一つだけ気づかせてもらいましたよ。右の綱ゴールなんでねえの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス目だもんな。だからあれゴールだと思うんだよね。さあ早く来た。上は、どっち。絶対右ゴールだって。上なんかあんだろうな。うわどうしよう、上行ってみる。上さっきの新体験とかそういう、あやべ戻ってこれなくなっちゃった。え、土管に行ったらさっきの新体験とかそんなもないよな。ゴールスモーストレー分かってんだって。また言ったじゃんかもう僕腕きちいよ。まあでもこれは簡単だね。ただ右に連打するだけだからさ。さあ早く、やべ、さっきのでもめちゃめちゃきつくなってる。もうこれ映さなくていいかな。いけ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 、もっともっといけ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 、よし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 、もう地味になったからには余裕なんだよ。見たか。シャレにならんて。いやでもね、僕は期待してるよ。実はね、ゴールじゃないみたいな。何やってんだ。お遊びはここまでにしようや、二等辺三角形さんよ。これでゴールさせてくんのか。やったいやこの方のコースはね、本当に遊びやすくて、上級者の方でも初心者の方でも遊びやすいんじゃないかな。ぜひおすすめの方ですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発目よ。8つの赤砲弾を連続で踏んでみよう。説明文に勢いつけて踏むと成功しやすいですって書いてるんだよね。でこれさ、クリア率結構高いんだけど、なかなか難しいと思うんだよな。8個の砲弾を踏まなきゃいけないし、針と針の間って2マスしかないじゃん。それが相当シビアだと思うんだけどな。まあ決まったらめっちゃ気持ちいいやろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は3.23%。 実はね、クリア率が高いコースを選んだ理由は、さっきの死に耐久のダメージがまだあります。めちゃめちゃきつかったんだよな。さあ始まった、この赤砲弾を踏んでいけっていう感じなんだけど、タイミングがわからんよ。これさ、ダッシュして踏んだらポン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 っていう感じでいけんのかな。せめて踏め。ちょっとタイミング測りたいよね。一番左行った瞬間すぐ右。下手くそか。じゃあちょっとでいいんじゃない。ちょっと左行って右。マジでタイミング取るの難しい。乗ることさえできればいけると思うんだよな。ダダダダダガーッ。おっさー、もしかしてこれスピード調整いる。あんまり早く行きすぎるとダメみたいな。うわやっぱりね。だから上から 2,3 番目ぐらいで減速すればいいんじゃない。それさえ分かっちまえばもうこっちのもんよ。最初すぐ左行く。で乗って減速を忘れるな。ガーッ。
いやこれ決まったらめっちゃ気持ちいいわ。楽しいコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。